ウィリアム・オルウィンは、イギリスの作曲家、指揮者、フルート奏者、音楽教育者。ノーサンプトン・シャー州のノーサンプトンに生まれ、幼い頃よりピッコロの演奏に興味を示した。15歳で、王立音楽アカデミーに入学し、フルートと作曲を学ぶ。フルートの名手で一時は、ロンドン公共楽団の主席奏者だった。 1926年より1955年まで、王立音楽アカデミーで作曲の教授を務める。多彩な人物で音楽家であると同時に、言語学者、詩人、美術家でもあった。作風の幅は、広く5つの公共曲と2つのオペラ、様々な競争曲、弦楽四重奏曲がある。1941年から1962年までに、 70以上の映画音楽を手掛け、主な作品には、邪魔者は殺せ、落ちた、偶像、シンクの盗賊、黒い天幕、SOS タイタニック、バスレーの夜、南海漂流、砂漠の勝利などがある。自作を指揮することもあり、公共曲などの録音が残っている。オルウィンは、また独自の12音音楽を考案し、不協和音も好んで取り入れている。 妻のメアリー・オルウィンも作曲家で、元はウィリアムの弟子であった。夫の死後は、夫の作品の普及と研究活動の推進にも、努めた。ありがとうございます。